いい犬がいるなと思って。あれ今日いい犬は寝てる、寝てる、車で疲れ果てた、疲れ果てた。もしかして今日面倒出雲さん狙いで、そういうわけじゃない。もちろんそうだよ。いるけど今ぐったり疲れ果ててる。みんな同じこと。映していい？あ、どうぞどうぞ。いい犬だね。いやー、いい犬だよ。なあ、なあ、君たち。逃げないと。カマキリだったら大丈夫かな。かわいい。猫じゃらし持ってきたいぐらいですね。見させていただきます。本当にこの辺だけなんですよ、僕回ってるのって、うん、ちょっと見たことあるかもしれないです。ラーメン屋とか。ラーメン屋も行きます。あの、とりあえず開けばどこでも行きます。寿司屋だろうがピザ屋だろうが。ぜひ、じゃあ有機の、有機じゃない、この辺のインフルエンサーで、ですね、はい、小山有機、若干栃木みたいな。栃木みたいなもんですか。怒られちゃいますけど。だから小山から隣の町までは行くよって言いながら、一回も乃木に行ったことがなかったから散々文句を言われて、ついにこの前初めて乃木に行ったっていう。それが限界。え、このピザ窯猫になってたの？今気がついた。ちょっと耳ついてるじゃん、これ。真っ黒だけど目があるんですけど、ここにこう、え、目もあったの？ここに目があるんですよ、書いただけですけどね。あ、なんかそんなような。そうなんか消え、もうそすで透過しちゃいましたね。あ、そうだったんだ、知らなかった。何時から混ぜそばやるんですか？え、何時からやるんですか？もう一応できますけど。え、もうできるの？だって5時からだっけ。あ、もうちょっと。じゃあ5時ぴったりでお願いします。はい、お金払っとくね。もうこのためにここまで遠い店行った方が早かったって話します。あ、店じゃこれやってないんだよ。あ、そうなんだ。真剣にやってるよ。7時からなんで1回リハもらって、だいたい6時ぐらいってすごいシーンとするので、毎回、うん、あと10分15分もらって食べるんですか？とりあえずラーメンで。ニンニク入れますね。お願いします。翔子ちゃん、もしかしたら同じお店なの？
あ、これ別々のラーメン屋さんとハンバーガー屋さん。隣同士でしたよね。でね、え、一緒なんです。一緒です。オーナーさん一緒なんですね。オーナーさん一緒なんだ。ラーメンとハンバーガーで最高の組み合わせ。そういうことなんだ。お店が隣なんだ。知らなかった。行かなきゃ。行ったことない。ごめん、ごめんなさい。行ってきました。お店の方ですか。あ、大丈夫ですよ。犬もいるんだけど今寝てる。話しかけられた方がきつい。匂いがたまらない。まだ麺しか見てないけど。はい、大丈夫です。はい、はい、すいません。あれだよね、あ、マヨネーズ、マヨネーズ、マヨネーズ、何回忘れる。これ、あ、はいはいはい、ラベット抜きね。はいはい、あ、すいません、申し訳ないです。はい、はい、はい、ありがとうございます。落ちてないよ何にも。ねえ、写真撮りたいって。この一瞬で。ほら。座れ。座りして。座れ。気づいた。
だん白くなってきたね、顔がね。こむちゃん、かわいい。寝起きだからちょっとおとなしいんでしょうね。全然だね、全然。ダイソーで買ってきた。ダイソーなの？子供用のダイソーで買ってきた。普通の子よりでっかくて、シオンより。かわいい。これ飽きたらシオンちゃんに50円で。じゃあ買うね。50円で買うね。タビちゃんを見つけた。タビ見つけた。ちょっとこうなんで。なんかいるよね。あれ食えるの？うん、猫なんだよ、シオン。シオンじゃないよ、ボム。違う、違う、シオンって言っちゃった。息子と同じ。びっくりよ。愛が同じだけど。本当だね。かわいい。食えない、食えない、食えない。座れ、座れ。出られない。出られない。出られないよ。だって。猫だから。ねえ。ねかわいい。今寝起きだからね。そうなんだ。寝てたの。してたの。気のつぶ反応。えらく怒ってんだけど。遊ぼうよ。遊ぼうよ。なんだお前。威嚇されてるぞ。明らかに威嚇されてる。高いですね。全然いいですね。犬かと思って。そういうこと。かわいいね、こんなの。ちゃん。こんにちは。あ、尻尾振ってるよ。タビちゃんドッグオンだ。タビちゃん。タビちゃん。気になってる。私この起き上がりこぼしが欲しくて、ピーボヨンボヨンさせてる。すごい。大丈夫なの？全然お利口さんだから、おさわり会。おさわり会。嫌がる。今日はワンワンショー。あのワンワンショー。全然すごい、全然すごい肌触りがいい。誰が？私のこと呼んだ？説明する人がいないとわからない。はい、カマネコ堂さんの中です。時計がいっぱいあります。潜入です。時計いっぱいありますよ。はい。さあ行きますか。いろんなものある。いろんなものある。ここら辺とかも引き取って。うわ、すごい。オーナーさん引き取ってきて。タバコ屋さんみたいでしょ。タバコ屋さんみたい。文化商店。あ、本当だ。へえ。いろいろあって、この間のお祭りの時に、うん、オーナーが作った傘。これ。オーナーが作った傘です。お化けだ、ね、お化けだ。はい、こんにちは。いい、今日はね、惑星の数え方さん、静か上田院、泡の葉おかかさん、大分ですね。素晴らしい。この建物自体古いよね。めちゃめちゃ古いですね。もともと米農家さんをやってて、うん、でここにお米を置く蔵だったそうなんですけど、先代さんが辞めた時にここにアンティークショップになったんです。すごい、アンティークだ。こっちでお酒とかピザとか作って、でカフェになるんだ。喫茶カマネコは不定期でやるんですよ。なんか
すごすぎてわかんないね。一応ここにメニューはあるんですけど、これを大体ピザかまねこね、あとピザがありますね、うん、で今まで出演してくれたアーティストさんの、まあ、ライブラリーみたいな。こんなに来てるんだ、うん、毎月来てますもんね。夏のうちから年内ライブ決まってるぐらいなので、すごい人気なんだね、うん、いいです。これ動きます、なんかもう想像を超えちゃったね、はい、なんだか全然わかんない、もうアンティーク好きの人にとってはたまらないらしくて、うん、古いね。で売ってるみたいです。お金を出すとあのくれますもの。わあ、そうなんだ。うわ、スカイセンサーとか昔持ってたな。本当ですか。うん、うわ、古い。中学校の時もまだあったんだ。私生まれてないかもしれない。そうなっちゃうよね。なるほど、ね、ここでライブもできると。そうなんです。今日スクリーン使ってやるんですね。素晴らしい。瓶が大正とか明治とか、うん、そっちの瓶とかで、昭和の瓶って新しい方の。わかんない全然。好きな人は好きなんだろうね。よし、見学終了。もうお腹いっぱいだぜ。すごすぎる。ここが占いの館。占いの館、電気もついてない。なんかこれ灯油かなんか入れとくとこ。かき電気。おお。ここ外にペット席あるじゃん。電気つかないよ。いいじゃん、電気なしで。看板娘さはるちゃん。これ看板娘なの？やばいね。名前はさはるちゃん。さはるちゃんって名前があるんだ。なるほど、だいたい雰囲気は分かったぜ。雰囲気はつかめたぜ、うん、撤退いたします。はい、ありがとうございます。名刺ありがとうございます。いいえ、